can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. はい、マルハバン。それではね、今回もやっていきたいと思うんですけど、今回16週目ということでファイナル、カップ戦ファイナルですね。で、対戦相手はですね、前回リーグ戦で当たったのが、7週目の第9節で 1-1 で引き分けてます。まあここでね、決着をつけたいなと思いますね。リーグ戦もこの後ありますけど、まあ、そこでもねしっかり、まあ、結果を出していければなっていう感じですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。いやー、これはね勝たないとね。でもね、このフォーメーションが硬いのよ、相手は。なんかね、この 3-4-1、4-1-3-3 っていうこのフォーメーションがね、結構しぶといというか崩しにくい、非常に崩しにくいんですよ。さあ、ここはもうね、ハンダノビッチ、セーキーパーを入れていきます。で、ここはね、もうバランとズマの、バランズマペアでいきたいと思います。まあこの2人がやっぱりすばしっこい、すばしっこいというか、まあ結構対応できてくるんじゃないかなって思ってるんで、まあドゥドゥ、あ、間違えたね、デュブシーを入れないといけなかった。デュブシーを入れて、でギュンドンじゃなくてゴナロンにして、まあちょっと守備を固めにしていくという感じですね。でペドリ入れて、バークリー、まあこの辺はもう、いつもと変わらない感じですけど、まあちょっとねスタミナの減りがやっぱりすごいんで、前回対戦もあってですね。まあジェルマンも入れれる時には入れていきたいんですけど、まあその機会があるかどうかっていったところが非常にまあ心配ではあるんですけど、さあこんな感じになりましたね。さあ、あとは戦術を組んで、これねやっぱ難しいんだよね。でズマとバラン攻めさせて、でもね相手のフォーメーションも考えるとね、もうちょっとこうセンターバック攻めさせない方がいいのかなとか思ったりもしなくもない。やっぱね、重い、重いっていうかすごい圧があるんだよね、このフォーメーションだから。ジーコがいて、でこのインモービレと、このナスリ、ネスリっていうのと、あとジーコ、この3人が強い。そしてね、アリも強かったような気がする。で戦術がカウンター、これ気をつけたいね。カウンターロングパスだから、まあ回しては来ないんだろうけど、カウンターがあるからね、コーナーキックとかなったあと、これが非常に怖いなって言ったところですね。まあカウンターにさせる前にちゃんとしっかりコーナーで決めてしまえばそれでいいんですけど、まあちょっとそれにかけたいですね。なので、うちのチームはちょっとポゼッションでしっかり回していければなと思います。まあ回す、パス回し、カウンターではなくてパス回しをしていく
スタイルにしていきたいなと、まあ、この感じでいいのかなと思います。でまあちょっと高い位置でプレーさせてっていう感じでいいかな。ファール、ファール、そうそうファールですよ今のは。さすがにカウンターが怖いね、これだけ攻めてると。あり、いやこれはひどいね、イエローじゃな。さあこっからね、さあ決めたい。よっしゃバクリー、いえうわうわ、何今の、オッサイ、いやうわ、まあしかも入ってなかったしな。いやー今のは決めてほしかったな。なんでバークリー打ちに行かずに落としちゃうんだろうなあれ。さあ来たよチャンス、バークリーいる。いやさあさあパターン、うーなんかもうちょっと、いやーきついぞ。 OK ナイス、いいねバラン、サパタがいる。おーメッシいいよ、いいねナイボー来た、うーわー惜しい惜しいじゃん、めちゃくちゃ惜しいじゃん。いやーこれいけるよ、よーし、いやいやーやっぱきついな、数的同数って感じ、やばいバラーン、いえおー危ねえハンダノビッチ危な、詰められるよそんなことしだ。 OK ナイボー、いけいけいけ、いやすごいパントキック来た、ディビチ、よし、うわ惜しいな、結構いい感じだったけどね、なかなか来たよ、うわうわ、そう結構攻めれてるんだけどな、結構攻めれてるけど、 OK ナイス、あーおーナイボーいいね、来たグエです。いや結構ね相手ディフェンスも多いんだよな、わー惜しい、ディフェンスも多いのよ、なんか AMF がしっかり下がってきてる相手に。やばいな、このカウンターがやばいんだよ。 OK、 いやーうわ危ない、これが危ない、こういうのが危ない。まあでもあディフェンスラインいいね、ディフェンスラインはいい感じに、いい感じだよ。よしよし、メッシ行け、いやドフリーグエです、ひどいな今のは、決定的チャンスだった。
ちゃんとねボールも支配できてるんだけど、ワンチャンのこのカウンターが危ない。本当にカウンターで狙っていった方がいいのかな。オッケー、カウンター仕掛けて、そうメッシーもっと早く、うわOK、カウンターしかない、こっちも OK、グエデス、グエデスいいよ、うわー OK、来た、イエス、いいね、カウンターが正解だった、ゴーナロン珍しいゴーナロンが、グエデスが良かったな。OKOK、 まあそろそろ交代もしていかないといけない時間帯だね。サパタも体力がないな。ジェルマン入れていこうかな。いや、ジェルマンじゃないな、ここは。第一パケタ、いや、サイドバック。サイドバックかな。サイドバック2人変えていこうか、ちょっと。こんな感じで。で、ロナウドは AMF で、ね、置いて。これは面白いんじゃない、なかなか。よしよし、うおー、内房いいね、イケメシ中入りきって、よっしゃ、うわマイボール、コーナーキックでしょ。さあ来たよ、マックス来た、ロナウドマイボール、ロナウドじゃなかった、バランか。さあメッシー、うおー行くか、踊るよ空、来たー、ナイボー、うお、ズマー来たー、いいね、ズマだよ、ズマ、やっぱズマすげーな、ズマジャンプ力めちゃくちゃあるわ。結構コーナー決める率高い、ズマはね、いいよ、まあ、コーナーではない、踊りお空のナイスクロスだったのに、いいね、お空ナイボ、これ正解だったかもね、サイドバックを両サイドバックのチェンジで正解だったかもしれない。でもサイドバックにどんどん攻めさせるっていうパターンがいいんじゃない、ポゼッションで。OK、 来たよメッシー、よっしゃロナウド、おーすごい、うわうわまだある、うわロナウド、いいねロナウド、うわー、だー惜しい、チップシュート惜しかったな今の、サイドにサイドバックに
いやーやばい。うわこれ優勝じゃない、いけるんじゃない、やばい。 OK ナイスキャッチ。さあ来た、うわーいいボール、うわー体力がやばいな、オフェンス陣の体力がなくなってきてる。ザマーいいね、あー戻ってくれ、うわー危ない。いいね、ただオフェンス陣の体力がなくなってきたからしっかりここでつながせたいんだよな。もうやばい、クタクタになってんじゃん、やばいやばいやばい。うーわけいナイスキーパー、もうここはもうひたすら守備をするだけだ、頑張れ、守備を頑張るしかない。 OK、 おお危ない、来たよグエデス、うわグエデス、 OK いいね、来た、うわバークリッチまだある、 OK ロナウド腕、うわうわははオーケー、ここでフリーキック。ロナウドかメッシ、どっちがいいんだろうな。でもメッシね、決める率低いんだよね。ちょっと、メンバー見てみよう。これは大チャンスだ。もう1点入れるチャンスだよ。あ、帰れない。マジで。メッシ、頼むよ。オーケー、ナイスゴール。今のはうまいんじゃない、素晴らしい。綺麗、うわ落ちたくない、ドロップ効いたの、縦回転がかかったじゃん。落ちるシュートじゃない。 OK 3-0、 これは大きいね。すごいいい後半、良かったな。いや、これも惜しかったな。ペドリの。まあコースは少なかったけど、これが良かったね。グエですからのゴナロンだよね。最初あれ誰って思ったけど、ファンベルナートに似てたからさ、あれなんでベルナートと思ったけど違った。これ良かったね、ズマめちゃくちゃ、こいつも相当高いよ、位置が最高到達地点が。インモービレハーフ、ハンダノビッチのハーフボレー、いいね。よくわからないリプレイだな。これはナイスセービング。素晴らしかった。してこの縦回転。落ちてるもん、ほら。素晴らしい。ちょっと落ちてるね。まあ、そんなこう、相当落ちてるって感じではないけど、まあ、それなりに落ちてる。縦回転で落ちる、よし、これは嬉しいね。
いや久々じゃないカップ戦で優勝したのは。まあリーグ戦は惜しくも優勝はできないですけどね。まあでもこの2位はもう確定なのかな。いやー優勝、見事優勝しました。おーサパタグエです。あーなるほどねって感じだね。得点王、アシスト王に輝きましたサパタとグエですが、なかなかないメンツじゃない、サパタとグエデスの得点アシスト王って。はい、ということでね、次回はですね、16週目の最終節になります。これもね同じ対戦相手になるんですけど、まあ次ね切り替えて、まあ、同じチームとはいえね、リーグ戦になると強くなったりカップ戦になると弱くなったりとかいうチームもあるかもしれないんで、まあそこもねしっかり勝って2位でね無事このリーグを終えたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。